結局人間って自分が何やってるかあんまり自分でよく分かってない。そのフィードバックループがあるかどうかちょっとポイントかなと思っていて、いわゆる新電子型のコンピューティングが大事かなと思います。専門はまあヒューマンコンピューターインタラクションとか人間拡張ヒューマンオグメンテーションという分野で、さらにはまあ人間と AI の融合といったところに興味を持って研究しています。でムーンショットでは人間の発話意図を抽出するということで主に2つの方向からやってます。で1つはサイレントスピーチという技術で、口を動かしたりするっていうのをセンシングすることで、声を出さずに発話するというような研究をやってます。音声認識っていうのは非常によく使われてるんですけれども、パブリックな場所で公共の場所で音声認識がなかなか使えないとか、秘匿性の問題があったり、あるいは発話困難者の方っていらっしゃいまして、声帯を摘出されたりということで実際声を出すことが難しいっていう方がいます。でそういう方のためにコンピューターとインタラクションする手段を提供したい。でもう一つは他の研究者と共同で脳の情報からデコーディングして、深層学習の発話意図を抽出するということをやっております。そのサイレントスピーチからするとさらに踏み込んでるというか、未来の技術になると思うんですけれども、究極的にはその人の考えていることとかがコンピューターとか AI と直接つながったりすることができれば、まさにその以心伝心とかインターネットブレインの世界になると思っていて、それはかなり基礎研究的なところですけれども、それも可能性を追求しているというところです。我々はそのサイレントスピーチの2段階でリップリーディングで完全に声を出さないっていうことと、あとちょっとささやくみたいにすごくちっちゃな声出すって両方やってるんですけども、実は後者の方が発話はしやすいです。つまり全く声出さないで唇だけ動かすっていうことは人間にとっては完全な発話ではないので、フィードバックが全くないわけです。フィードバックないと結局自分がどういう声を出してるかは自分でも分かんないので、そのフィードバックループがあるかどうかちょっとポイントかなと思っていて、それがもしかするとその脳のデコーディングでも何らかのフィードバックがいるんじゃないかっていう気がしているところなんですけども、発話する前にすでに発話する意図が完璧にあるかどうかっていうのはちょっと議論があるかと思います。で運動やり命令が出て実際口が動いたり喉が動いたりするときになったら、発話っていうのは完成してるんですけど、それをもう一回自分に聞いて、あ確かに意図通りにちゃんと言えてるなっていうことが人間が分かると、初めてそれで喋れてるっていう感覚が生まれるんじゃないかなと思ってます。人間の動作であったり、あるいはスピーチであったり、もしかしたら人間の学習とかそういったことにも転用できると思っていて、そういう大きくてそういう感じのループを作ろうとして、でそれをインタラクションとかセンシングとか、さっきのレコーディングみたいなディープラーニングとかを総合してやろうというところが大きなスタンスです。今でもチャット GPT のコンピューターに質問して答えてもらうっていうのもかなり一般化しましたけども、もしあれがサイレントで口の中でつぶやくだけでコンピューター AI と聞いたり会話できれば、ある意味脳の中に AI がいるような感じですよね。自分が喋ってるのか AI が喋ってくれてるのか分かんないみたいな、ほぼ人間に一体化して AI がリアルタイムで動作してるっていうイメージですね。でそういうのをヒューマン AI インテグレーションと呼んでます。だからそうすると主体感みたいな自分がやってる延長上に自然に AI が入ってるような状況が、従来のAI に質問して答えてるというのよりもより密接につながるんじゃないかと思っています。 AI と人間の融合とかもある意味 AI と社会の融合って非常に大きなテーマだと思ってまして、産業革命より大きなぐらいのレベルで、多分社会全体が変わりますよね。例えば本当に教育とAI が完全に融合したら学校っていう概念そのものも変わったりしますよ。他でも例えば会社を作るとか人を雇うとかいろんなことって根本的に変わってくるので、例えば全く人がいない会社ってありえますねきっと。じゃあそういうのが普遍的に社会に出たら我々は何すればいいんだろうかっていう問題もあったりするので、それは怖い句もあるんですけど、想像をたくましくするとめちゃめちゃ面白いかなと